夢の150メートル弾がお目にかかれるだろうか。大リーグ公式サイトのラングス記者は10日。ライブストリーミング配信プラットフォームのツイッチで大リーグについて解説。エンゼルスの大谷翔平選手26についてもしホームランダービーに出場すれば。間違いなく飛距離500フィート。 約152メートル弾を打てると信じていると語った。オールスター前夜の恒例イベント。今年のホームランダービーの開催地は7月12日。デンバーのクアーズフィールド。標高1600メートルの高地で。空気が薄く乾燥しているためボールが飛ぶことで知られる。ホームランダービーといえば、 まず頭に思い浮かぶのは、大谷翔平だ。先日、8日は飛距離470フィート、約143メートルをかっ飛ばした男が、絶対的な、候補なのは、当然と、同期者。彼は投手なのか、TH、指名打者なのか、彼は全てだ。実現すれば、史上初めてユニコーン、 唯一無二の代名詞が出場することになると評した。また、投手のホームランダービーの実施も希望。候補として、バムガーナー、グリンキー、シャーザー、干渉ら強打で鳴らすエースたちを挙げた上で、大谷翔平も投手だが、出場は控えてもらおう。彼は、 本物のホームランダービーで優勝しなければならない。当主のダービーに出ちゃダメだとした。ちなみに、大リーグ公式データシステムのスタッドキャストが導入された2015年以降、500フィート弾は2発あり、最長は19年6月21日に、レンジャーズ、現タイガースのマザラが放った、飛距離505フィート、MLB。 大谷翔平が、ベンチ策を、連打 A 軍の救援投票 PV に、米ファン興味。彼は、間違いなく、選出エンゼルスが救援への投票を呼びかける動画を、公開前大リーグエンゼルスの大谷翔平投手は、今季打者として17本類だ。投手として2勝をマークするなどに刀流で活躍。オールスターゲーム選出も期待されるが、 エンゼルスは、救援の投票を呼びかける、プロモーション動画を公開。文面には日本語で、エンゼルスに投票、頻繁に投票などと記した。躍動する、大谷翔平の姿が映った映像には、米ファンから、ついに、ジャパニーズツイート、大谷が必要などと、コメントが書き込まれている。二刀流が長く登場している。 冒頭。グラウンドを歩く大谷翔平の背番号17を映したところから映像がスタート。トラウト。ウォルシュラ同僚とともに躍動する大谷翔平が何度も出てきている。投手として見逃し三振を奪い。ガッツポーズを作った場面や、興奮した様子でベンチの柵を両手で連打するシーン。 ホームラン後の革新歩きなど、魅力的な姿が存分に取り上げられているようだ。最後も同僚とタッチする大谷翔平の姿で映像は終了。エンゼルス公式ツイッターは、エンゼルスに投票、頻繁に投票をと文面に日本語で記し、投票を呼びかけている。米ファンからは、投票したよ、大谷が。 救援には必要だ。ついに、ジャパニーズツイートまで来たか。大谷は、間違いなく選ばれる。昌平は、HR ダービーも。などと反響が寄せられている。次のオーディオビデオでお会いしましょう。